これがですね、時間に余裕があって、パラオに一週間ほど行けるというチャンスができたので、男の子に会いに遊びに行った時の、止めてくれたゲストハウスの絵ですね。光明をやりますと、パラオのキラキラっと輝く海であったり、どこまでも透き通るように広がる空がバーっと目に飛び込んでくるわけですね。まあそれを見た時に、まあ僕も、今は苦労して、飲食店で料理もしながら絵を描いて大変な日が続いてるけれど、何があって諦めずに描いていこうという決意をこの部屋、この場所でしたわけです。中でこのピンクと緑と青の組み合わせというのが、まあ、パラオの青緑の星空、海であったり、室内の暖かい、環境、もしくはパラオ人のおおらかな国民性みたいなものもこの荒いタッチなんかで出していけるかなと思ってカラフルな絵が出来上がりました。まあ、一望できるこのパラオの風景に似たような海岸がバーッと目に入った時にはまさにまたパラオに戻ってきたなという感覚になりましたね。実際の世界でもこう海岸に絵画があり、あるっていうのは想像はできるんだけど実際にない、それをこう具現化できるみたいな、こううまいちょうどいいところを模索したっていうのがかなり工夫しましたね。実際にパラオに行かないと見られない作品を世界中の方々がこのゴーグル一つあれば見るような機会になっているというところが、皆さんがパラオの文化を知るきっかけになれば、今後の日本とパラオの文化交流への貢献もできるかなと考えています。リアルをこうなんかバーチャルでちょっとできるようにする。だけど、そういう考え方だとじゃあバーチャルでそれやる必要あるのみたいな感じになっちゃったりするんですけど、そもそもこういう演出だったりとかバーチャルでしかできないことってたくさんあって、リアルをこう充実させるための一つのツールであり、で、バーチャル、リアルもバーチャルを拡張させたり豊かにするための一つの世界っていう感じで、ここは僕は平行だと思ってるんで、こう今までは交わなかったコミュニティが交わることによって、いろんなこう、気の流れってものも発生するんじゃないかって期待感もあります。